私はパニコ、26歳の会社員です。3ヶ月前に結婚したばっかりだから、新婚生活をエンジョイ中。言いたいところですが、思い描いていた新婚生活とはほど遠い毎日。新婚生活は夫婦水入らずで過ごしたいのに、それを邪魔する人物がいるんですよね。ただいまパニコ、のぞみ連れてきちゃった。またお邪魔します。本当にお邪魔だから。この人はのぞみさん、ひるやの幼馴染で、小学生の時から大学までずっと一緒で、親同士もご近所で仲良し。結婚前に数回会ったことはあるけれど、正直深く関わることはありませんでした。なのになぜか結婚してからはこうやってしょっちゅうやってくるようになり、新婚生活の邪魔をしてくるんです。のぞみの分の飯もあるだろう。あるわけないでしょ。二人分しか用意してないよ。私は小食だから、ひろやと一緒に食べます。ねえ、帰れ。なんだ、今日の飯は魚かよ。ひろやお魚好きでしょ？好きだけど、今日は魚の気分じゃなかったんだよな。はいはい、出ました。わがまま発言。二人きりの時には何も言わずに食べるくせに、のぞみさんがいるとなぜか強気。私だったらひるやの大好きなカレーを作ってあげるのにな。お、さすがのぞみ、俺の好物わかってるね。カレー好きなのは私も知ってるけど、栄養バランスも考えて作ってるんだよ。やだ、ムキになってる。それにひろやはほうれん草が苦手だから、このおひたしはマイナスポイントかな。ご飯もちょっと柔らかめに炊いた方がひろやの好みだよ。さすがのぞみ、俺のことわかってるね。なら作ってもらったらいいじゃないのよ。ああごめんなさいね奥さん、私は幼馴染に美味しいものを食べてもらいたくて言ってるだけなのよ。のぞみさんは私がムッとしていることに気がついたようで、一応謝ってはいるものの顔はニヤニヤ。はい、ひろや、お魚の骨取ったわよ。あーん。あーん。え、ちょっと。なんとのぞみさん、ほぐしたお魚をひろやに食べさせ始めたんです。いくらなんでもやりすぎでしょう。ひろやって魚の骨取るの昔から苦手だもんね。よくこうやって食べさせていたっけ。もうそういうこと言うとパニコがやきもち焼いちゃうだろ。奥さん心配しないでね、妹みたいなものだから大丈夫よね。こんなんでやきもち焼くなんて、そんな大人げない人じゃないわよね。はい、あーん。いや、だから何も食べさせなくてもいいんじゃないですか。のぞみが食べさせてくれるとうまく感じるな。はあ、やだもう。嫌なのは私の方です。私一体何を見せられているんだろう。のぞみさんは我が家に来るたびにこうして夫と仲良しアピールしてくるんです。私が嫌がっても二人ともお構いなしどころか、焼き餅を焼いていると面白がってエスカレートしていました。数日後、当たり前のように我が家の食卓に座るのぞみさん、夕飯の片付けさえも手伝わず、幼馴染同士で私が知らない話で盛り上がっている光景ももはや慣れっこ。ねえねえ奥さん、子供欲しくないの？え？ぶしつけな言動ののぞみさんには慣れていたものの、これにはさすがにびっくり。別に欲しくないわけじゃ。いやいや、隠さなくてもいいから。ひろやは欲しがってるのに奥さんが嫌がってるって私相談されてるから。はあ、そんなこと言ったの？だって本当のことじゃん。本当のことじゃないわよ。子供はお互いの仕事が落ち着くまで作らないでおこうって結婚前に二人で決めたじゃない。それは勝手にパニコが言い出したんだろ。ひろやは子供好きだもんね。奥さんが子供作らないなら私と作っちゃう
よ。はあ？いいね。何よそれ。不倫宣言とも思えるやりとりにまさしく開いた口が塞がりません。そんな顔しないでよ。ぼやぼやしていると他の女に取られちゃうわよって幼なじみからの的確なアドバイスよ。なんだよそれ。お前も俺との子供作る気ないのかよ。じゃあ幼なじみのよしみで作っちゃう。なんてね。およよ、パニコにライバル出現か。こらこら調子に乗るなよ、ひろやのくせに。二人だけでケッケしている姿にゾワゾワっとくるものを感じました。同時にこいつらの関係、ただの幼なじみじゃないのではとさえ思ったんです。そこで私は二人を泳がせつつ不倫している証拠を集めることにしました。その間ものぞみさんはいつ私たちの子供を作ろうかなんて私の前で平気で言ってくるように。二人の大好物は私がそんなこと言わないでよと弱々しく嫌がる素振りだから、私は大げさにリアクションしてやりました。せいぜい今のうちに楽しみなさいな、不倫の証拠をつかんでやるんだから。1ヶ月後、1ヶ月間の調査の結果、なんと2人は完全なる潔白だったことが判明。証拠をつかんで離婚してやるって意気込んでいただけに、がっかり感が半端ない。不倫していないなら離婚するとき私は不倫になっちゃうかも。そもそも幼馴染と仲良くしているだけで不倫って認められるんだろうか。もやもやしていると夫から LINE で、今日はのぞみとお泊まりしちゃいますなんてメッセージが入ってきました。はあ？お泊まりだと？二人の間に何かあるかもなんて思っていません。私が怒っているのは二人が私をからかって面白がっているってこと。最近じゃ二人で旅行しますとか、のぞみの子とパニコの子どっちが可愛いかななんてふざけた LINE を送ってきては、私の反応を面白がっているんです。もう不利になるとかなんとか言ってらんない、あんなやつとは離婚だと思っていると夫が帰ってきました。サプライズ、びっくりした。わざわざお泊まりなんてしなくてもいいもんね。おいおい、勘違いされるようなこと言うなよ。何よ、俺の子供産んでもらおうかななんてさっきも言ってたくせに。おいおい、冗談に決まってるじゃん。ワンチャンありかなとか思ってない、ない、ないかな。こーら、冗談が過ぎるぞ。それ、思ってる口ぶりだし。こいつら、勝手に盛り上がりやがって。あのね、それにしても、お前みたいな奴と結婚するなんて、婚約者も物好きだよな。え？もううるさい。そんなこと言ってると婚約者に合わせてやらないぞ。婚約者ってのぞみさん結婚するの？更新所からはのぞみさんに男の影はないって聞いていたから、婚約者なんて意外なワードにびっくりしちゃいました。さ、誰かさんと違って有能な外資系勤務のイケメンなんだ。今のは聞き捨てならないな。誰かさんって誰だよ。幼なじみにやきもち焼くなし。おいおい、婚約者が海外赴任しててつまんないって言うからかまってやってたんだろ。そういうことか。どうやらのぞみさん暇つぶしに夫を利用していたみたい。ってことは婚約者が帰ってくるの？うん、帰国したら結婚するから今みたいに会えなくなるけどね。はは、来週には帰ってくるから二人にも会わせてあげる。それはそれは、帰ってくるのが楽しみですね。その前にひろやとの子供作ってやんなきゃな。ひろやの子供をカズヤの子として育てるのもありかな。だってひろやの収入じゃ子育て厳しいもんね。こいつ、これまでは見たくもなかった二人の仲良しアピールも私は穏やかな気持ちで見守ることができました。今のうち
仲良しごっこしておきなさいな。いしし。一週間後、私と夫は帰国したのぞみさんの婚約者和也さんと食事をすることになりました。和也さんは長身のイケメンで、なんでのぞみさんなんかを選んだのかなって思うくらい物腰も柔らかな好青年。両親同士も仲良くさせていただいているひろやよ。そちらはひろやの奥様で、とっても良くしてくださるの。なるほど、猫かぶってゲットしたわけね。のぞみさんたら、私たちに見せる顔とは別人。いつものぞみがお世話になっております。お会いできて嬉しいな。私もです。のぞみがこんな素敵な人と結婚するなんて信じられないな。私もです。和やかな雰囲気で食事は進み、結婚式に招待までされちゃいました。いやー、気さくな幼馴染さんでよかった。正直異性の幼馴染と聞いていて不安だったんですよ。でも会ってみてほっとしました。果たしてそうかな。まあ言ったでしょ、ひろやと私は兄弟みたいなものだって。何が兄弟よ。そうそう、二人きりで会っても何にも起きないんです。でも俺にとってのぞみは素敵な幼馴染だと思うので、よろしくお願いしますね。もう照れるじゃないの。あらあら、謙遜なさらなくてもいいじゃないですか。のぞみさんたら、私がまだ子供を作る気はないって知った途端、私が作ってあげるなんて言ってくれるくらい幼馴染思いなんですよね。え？あ、おい、パニコ！ちょ、パニコさん？あれ？言っちゃいけなかった？毎日のように私に直接言ってくるから、てっきり婚約者も知ってると思ってた。結婚するんですもの、隠し事はなしですわよね、のぞみちゃん。どういうことですか？ただの幼馴染じゃないんですか？違うのよ、カズヤ。そんなの冗談で言ったに決まってるじゃないの。そうですよ。こら、パニコ、婚約者の前でそんな話すんなよな。空気くらい読め。あらまあ、あれが冗談なの？どの部分で笑ったらいいのか、私空気読めないからわかんない。冗談だったなんてびっくり。てっきり本当のことかと思っちゃったわ。それに妻の前では幼馴染と仲良しアピールするのはよくって、なんで婚約者の前じゃダメなの？仲良しアピール？ああ、そっかそっか。だからのぞみさん、今日は昼夜にご飯食べさせてなかったのか。エビが出てたのに、いつもみたいに尻尾だけ取ってあーんしてあげないから、なんでかなって思ってたんだよね。おかしいと思ったのよ。いつものようにあーんで食べさせてあげるのやらないのかなって。あれって婚約者の前だから空気読んでやれなかったのか。よかった、あの時私も今日は食べさせないのなんて聞かなくて。なんで全部言うのよ。ごめんなさい、空気読めなくてつい。のぞみ、いや、それも冗談で。え、あれも冗談？じゃあお泊まりしてくるとか言ってたのも、ひろやの子供をかずやさんの子供として育てるって言ってたのも冗談ってこと？私は今までの行いを全部暴露してやりました。はぁ？そんなこと言ってないって。デタラメ言うな。それじゃあみんなで見直して、その冗談で笑っちゃいましょう。え、まさか。はい、そのまさかです。私は録画していた我が家でのやりとりをスマホで再生しちゃいました。二人が仲睦まじくじゃれ合う姿を見ても誰も笑いません。 LINE のやりとりまで披露したのに、みんな震えちゃってるだけ。あれ、冗談なんでしょ？面白いと思って言ってたんでしょ？なんで笑わないの？これはどういうことなんだ？ただの幼馴染だってのは嘘なのか？そのようですね。本当は潔白だけど。違うのよ。これは奥さんにやきもち焼かせようと思って、幼馴染のことを本当に愛しているのか試したの。試すだと？お前にそんな権利はない。すみません、俺愛されてる自信がなくて、のぞみにやきもちを焼いてるパニコを見て安心していたんです。へえ、
自信がないのにプロポーズして結婚までしたんだ。いや、それは私たち離婚ね。え、ちょっと待って、私たちは本当に不倫なんてしてないよね。知ってるよ。でもお泊まりしてて不倫してませんは通らないわよ。ま、お泊まりなんてしてないじゃないか。俺たちの結婚も考え直そう。え、なんでよ、不倫なんてしてないのよ。調べてよ。きちんと調べたら潔白だってわかるはずよ。調べる必要はない。パニコさんが見せてくれた映像や LINE のやり取りで不倫の証拠はつかめてるからね。そんな。それにたとえ二人が不倫をしていなくても、奥さんの前であんな言動を恥ずかしげもなく繰り広げる人間と一緒にはいられない。どうぞ勝手に子供でも作ったら。俺はこれで失礼する。え、待って。婚約者が立ち上がると、のぞみさんは慌てて立ち上がりました。ひろやは言葉を失って呆然とするだけ。パニコさん、後で証拠を俺の職場にでも送ってくれませんか。お礼にいい弁護士紹介しますから。もちろんですわ。ちょっと本気で破談にするつもり。あとは弁護士と話してくれ。え、そんな。海外赴任についていくからって仕事も辞めるのよ。親も結婚を望んでいたのに破談なんてあんまりよ。泣き叫ぶのぞみさんが見えていないかのように、和也さんは名刺を私に渡して帰っていきました。のぞみさんはひろやのことを責めて二人で言い合いを始めたので、私も帰っちゃいました。後日和也さんに証拠を送り、弁護士を紹介してもらったところ、凄腕の弁護士で夫と幼なじみが有責で離婚&婚約破棄が成立。不倫の確実な証拠はないものの、二人の言動そのものが罪に当たるとして慰謝料ももらっちゃいました。二人の両親はこれに大激怒して縁切りされちゃったとのこと。ことぶき退社していたのぞみさんはひろやに養いと迫ったようだけど、ひろやの方は離婚に追い込まれたとのぞみさんを拒絶。職場に乗り込んできたのぞみさんに離婚するまでの過程をバラされてしまい、ひろやも無職に。幼なじみ同士互いに人生を潰し合ってちゃ手はなしですね。離婚後、実は私、和也さんとはほぼ毎日のように会っています。パニコさん、来月の商談頼めるかな。了解です。実はね、なぜか和也さんが私のことを知っていて、話の流れで引き抜きの話になり、今では職場で毎日のように会っています。あれもしかしてちょっと違う想像しちゃいました。和也さんとは何にもないの。言うなら仕事上のパートナー、仲間ってだけ。いやー、パニコさんが来てから顧客も増えて大助かりだよ。これからもよろしくお願いしますね、先輩。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。